こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、先日発売されたこちらのトミカ5台を紹介したいと思います。でこちらは普通のトミカで、あとこっちはトミカプレミアムのトミカになります。でですね、なんといってもジョージ石原が注目しているこれですよね。 Z ワンガンミッドナイトの悪魔の Z と同じ景色の Z です。はい、これ多分色も一緒ですよね。多分色もほぼほぼ同じような色だったような気がします。ということで、今回はね、特にこの2台、この2台というかこれですよねこれを中心に見ていきたいなと思います。まあ、こちらはねちょっとさらっとということで、まあ、とりあえずではこれでいきます。ではまずはこちらのシボレーコルベット ZR1 ですかね、こちらを見ます。はい、中はこんな感じで入ってました。あ、ちょっと待ってください。これ袋が変わってる。え、いつもこう出す袋じゃないですね、これ。あー、そうなんだ、袋変わったんですね。これはここ破るやつですね。こう破って開ける。あ、そうなんだ。初回特別の方も開けます。でパッケージはこんな感じです。これはオレンジ色なんですかね。はい、中はこんな感じになってます。こっちはちょっと違うんですね。オープンカーですね。初回特別はオープンカーなんですね。そしてこちらがココ一番屋キッチンカー、ココイチですよね、よ俗に言うココイチ。このキッチンカーっていうのを私ちょっと見たことないんですけど、こういうのが走ってるんですかね。はい、では中はこんな感じで、おお、あ、これは普通の袋ですね。今までのトミカの袋です。こうやって出せるやつですもんね。ということで、まずはじゃあ通常カラーのシボレーコルベット ZR1 から見ていきます。正面はこんな感じになってます。いやこれもなかなかかっこいいですね。うん、かっこいい。そしてサイドはこんな感じです。ガンメタ、色はなんかガンメタっぽいですよね。でちょっとラメが入ってます。いいですね、かっこいい。色も非常にね渋いです。で後ろがこんな感じで、サイド、そして上です。おお、うん、かっこいいですね。で下がこんな感じになってます。でこちらはクリアパーツですね。ヘッドライトはクリアパーツが使用されてます。でギミックの方は、あ、サスペンションですね。サスペンションとドアがねちょっと開くみたいなので、ちょっとドア開けます。はい、でドアがこんな感じで開くようになってます。でこちらのドアも、はい、はい、こんな感じで両方のドアが開きます。あ、こんな感じです。かなりですね、運転席はね本格的な感じというか、うん、かっこいいですね。では次は初回特別仕様の方を見ていきます。おちょっと待って、汚れが、うーん、いいですね。この色はなんていうんですかね、オレンジはオレンジなんですけど、どう言っていいんでしょう。まあいいやすいません、まあ、オレンジです、オレンジ。はい、で後ろがこんな感じになってます。でサイドがこうです。で正面で、上です。あー、かっこいいな。運転席がいいっすよね。そして裏がこんな感じになってます。でこの初回特別の方がリアスポイラーがね、このちょっとおとなしい感じのリアスポイラーになってます。でギミックはこちらサスペンションだけです。
ドアの方は開きません。でこれ比べてみると何でしょうかね、いやー個人的には私ね通常版の方が好きです。ただこのオープンカーもかっこいいですね。うん、かなりかっこいい。後ろから見るとまあこんな感じで、あーいやいいな、両方ともいいですね。両方ともかっこいいトミカですね。で次はこちら、ここ一番屋キッチンカーです、はい、正面はこんな感じで、横側大いいっすよね。このカレーが乗ってんのがいいですよね。で後ろがこうで、サイドがこうで、上かわいいっすねこれ。うわー、で下がこうなってます。でこれギミックの方はこちらも、サスペンションと窓が開くみたいです。こっちですね、こっちのこの窓が開くみたいです。ちょっと開けますね。よいしょ、はい、こんな感じで窓が開きます。でこれだけなんだろうか、取れるとか、うん、取れるとかはない。ここからですよ。ここから見たくて見たくて仕方ないトミカになります。はい、ということでね、見ていきたいと思います。ではまずはこちら、トヨタセリカ 2000GT4 ですよね。これを見ていきたいと思います。でこちらの価格が税込みで691円でした。まずはねちょっとね、パッケージを見ていきたいと思います。でこのパッケージがね非常にかっこいいです。はい、こちらでギミックはサスペンションとドアの開閉ということ で、あとはサイドこうなってます。はい、でこのねセリカですよ、セリカ GT4 ですよ。これね多分あれですよね、この車この色、私をスキーに連れてってっていうね、確かあの映画に出てきたセリカ GT4 だったような気がするんですけど、多分そうですよねこれ。あの映画私大好きでめっちゃ見たんですよ。で確かねこの車のヒロインの方と、で、もう一人そのお友達だったかな。で、そのお友達の方がなんかすっごい運転がうまくて、で、その方が乗ってた車だったような気がします。で、なんかね、雪山のレースみたいなのがなんかしたような気がするんですよね。で、なんかこうゲレンデを走ったような記憶があるんです。定かではないんですけど。で、なんかめちゃくちゃ速いっていうね、そういう印象があって、私ね、この、車ね、なんかそういう意味ではね、すごく印象に残ってる車なんです。はい。まあいいっすか。まあその話はいいっすかね。まあもしよかったら一回見てください。昭和40年代かな ?50 年代の人知ってるかな。はい。まあ、そんな感じです。すいません。で、あ、開けちゃった。開けちゃった。はい。で、中はね、こんな感じで、ちょっと見ていきたいと思います。あーなるほど、ではじっくり見ていきます。ですよねこれ、あーいい、このねこれがほんとね、これがっていうかなんつかね、このヘッドライトがねこう閉じてんのがほんと昔ね流行ったっていうか、これがスポーツカーだったんですよ。うん。かっこいいっすねこれ。でも形はね確かに今見ると古い感じはするんすけど、もう私の時代はね、これがね、めちゃくちゃかっこよかったんです。わあ、で、後ろは、まあ、こんな感じでセリカと。で、GT4 ですよね。GT4 って書いてますよね。うわあ、いや、かっこいい。うん。いいっすね。はい。そして、上がこうで、下がこうなってます。逆ですね。ごめんなさい。こうですね。はい。あで、これはホイールはね、本当のセリカ GT4 のホイールなんですかね。うん。で、ギミックのサスペンション。そして、ドアがね、またいいっすよ。まあ、これもちょっと映画の話になるんですけどね。なんかね、
そのレースする前ってか何だったかな、覚えてるのは女性の方2人がね、こうドアカチャンカチャンとねこう開けて、でね2人だったか忘れたけど、なんか運転手だったかな、ちょっとドアをカチャンと開けてね、路面っていうんですかね、こう雪の状態を確認するんですよ。でなんかそれでなんか言ったような気がするんですけど、まあ、詳しくはちょっと忘れちゃいましたけど、そのシーンがね確か後ろ姿、この後ろ姿だったと思うんです。でここでなんかこう確認してたシーンをね、まあいいんですけどね、いいんですけどね、はい。でまあこんな感じですね。ちょっとねやっぱね昔の車なんで、うん、やっぱねなんかちょっと、まあ、古い感じはするんですけど、でもねこれが本当ねかっこよかったんです。当時はこれがめちゃくちゃかっこよかったんです。いやでも今で、でこちらですよ。こちら漫画本ずっと読んでたわけじゃないんですよ。全部読んでないんです。途中しか見てないんですよ。なんか妙に覚えてるんですよね。何でしたっけね。ちょっと職場に置いてあったんですよ、その雑誌が。漫画ミッドナイトの連載されてるその雑誌がね。でそれでちょっと読んでたんですね、職場での休憩時間に、うん、それがまあこの悪魔の Z、 はい、まあ悪魔の Z じゃないですけど、はい、まあ今回何言ってんだ、はい、ということでこちら紹介します。日産フェアレディ Z です。はい、で箱はこんな感じになってます。これめちゃくちゃかっこいいんですよ。うん、では、ね、ちょっとほんとじっくり見ていきたいと思います。これもうほんとね、私ね、憧れの車です。これこそ、まあ、これこそ、まあ、どっちもなんですけど、まあ、これもね、かなり憧れた車です。はい。ということで、いきます。よいしょ。いやー、ちょっと待って、これはちょっとかっこいいぞ。これはかっこいい。いや、ちょっと待って。やばい。これはやばいです。来た。これは来た。めちゃくちゃかっこいい。うわー。いや、ちょっと待ってください。この色もたまんないっすね、これ。うわー。いや、これはいい。めちゃくちゃかっこいいです、これ。で、色がまたほんとね、すごい。素晴らしいですね。で、このホイールも、このホイールもめちゃくちゃかっこいい。いやー、これはたまらん。うわー、かっこいいなー。で、裏がこうなって、こうですね。はい。裏がこうなってます。いやこれですよね、 Z30 でしたっけ。そうですね、 Z30 ですよね、確か形式がだったっけ。なんか適当に言ってるから、ちょっとごめんなさい。 Z30 ですよね、適当に言ってますからね。確かね、 L 型のエンジンがついてたと思うんですよ。 RB じゃないです、 L 型です、この時代は。ごめんなさい。S30 の Z です。うん。Z30 じゃない。S30Z ですね。で、ギミックは、こちらのサスペンションです。サスペンション。そして、ボンネット。こちらが開くようになってます。開かない。ちょっと待ってください。こういうので、ちょっとスッと滑り込ませて。よしよし、開いた。はい。開きました。で、開くとね、まあ、こんな形になります。まあ、これもこれで、めっちゃかっこいいんですけど、まあ、こんな開き方します。で見えるかな？見えないっすよね。黒つぶれして。映りました。こんな感じです。こんな感じのエンジンルームになってます。あ、こうですね。こんな感じのエンジンルームです。で、こちらはですね。で、こちらのエンジンは、L 型の、通常は多分 L 型の2リッターのエンジンがね、入ってるだと思うんです。通常のやつは。で、多分輸出仕様だったかな？忘れたんですけど、多分乗せ替えてるんですよ、エンジンを。L 型の 2.8 リッターかなんかにね、多分ね、
エンジンを乗せ替えてるはずなんですよね、悪魔の Z は。これは多分2リッターのエンジンだとは思うんすけど、乗せ替えてるんだろうか。悪魔の Z は2.8 リットルなんですよ。でそれを多分ボアアップっていうか排気量上げてて、でターボも確か2つ搭載されてたと思うんです。で多分600馬力以上ですよ。うん、600馬力以上で確か1万回転以上回るんですよね、エンジンが。なんかね、漫画の方の悪魔の Z はっすよ、通常版はそんなことないっすよ、もう忘れもしないっす。確かね、主人公が朝倉秋夫かなんかで呼ばれてたような気がするんですけど、ごめんなさい、ちょっと適当なんで、ちゃんとはそこまでしっかり覚えてないんですけど、確か秋夫って呼ばれてたような気がするんですよ。で確かね、こう見つけるんですよ、なんか廃車、車のこう廃車置き場みたいなとこで確かこれをね偶然見つけるんですよ。でそれに惹かれて、でその Z を復活させようとして、でまあいろいろやるんですね。でどんどんね速くなっていくんですよ。でもともとすごい速い車だったんですけど、まあ一回廃車になったんかなになって、でその朝倉秋夫っていう人が見つけて、でこれを復活させていくんですけど、その時に地獄のチューナーの北見っていう人に確かこの Z のチューニングをお願いするんです。で、なんかねめちゃくちゃ速くなっていくんですけど、さらにそっから物語が進むにつれて、今度ボディの方になんか手を入れて、でそのボディ手を入れるんですけど、その伝説のそのこうなんかこうスペシャリストがいるんですよ、このボディのこのなんかスポット溶接だから、なんかいろいろ難しいことやってたような気がするんですけど、さらにこうボディを補強されていくんです。で結局ね、そのあれなんですよ、300キロを超えてもさらに加速するっていうあれなんですよ、あのシーン。1速2速3速4速5速とか入れていって、でこう300キロからまたさらに加速して、確かね320キロぐらいまで出てたような気がするんです。うん、なんかごめんなさいね、よくわかんない話して、はい、という感じでですね、今回はこちらの5台のトミカを紹介してみました。まあ、特にね、ほんと出来自体は今回ね全部のトミカいいと思います。でまあその中ででも、もう特にこちら悪魔の Z じゃないですけど、この日産フェアレディ Z、 これの出来が非常に良かったと思います。あとね、まあ個人的にはこれも大好きなんで、セリカ GT4、 これもね非常に、まあ、私の年代の人はねこれ多分好きだと思います。はい、ということで、今回はこちらの、トミカを紹介してみました。ありがとうございました。それにしてもね、これはほんとかっこいいです。デッキは最高。個人的にはこれはほんとね、ずっと飾っときたいと思います。見えるところに多分飾っとくでしょうね、これは。